オデオンシネマズはイギリスを拠点とするヨーロッパ最大の映画工業チェーンである。テラファーマ・キャピタル・パートナーズが所有している。ハローゲートのオデオンシネマ創業以来使用されていたロゴが1998年 CI によって変更された1928年、オデオンシネマズはオスカードイチェによって設立された。 オデオンの広報は映画館の名称は彼の格言、オスカードイチェは我が国を楽しませるに由来するとしているが、1920年代のフランスとイタリアから映画館の名称として使用されており、結局は古代のギリシャ語に由来していると見られる。また、ニッケルオデオンという名称が1905年に作られ、当時アメリカの小さい映画館を説明するのに広く、 使われていた。しかしながら、同社は、J アサーランクが最も関わっている。同社の遠隔で最も長期間所有者であった人物である。1928年にオスカードイチェが最初にオープンした映画館はウェストミッドランズブライアリーヒルにあった。建物は老朽化により取り壊されているが、2006年、現在、 ブライアリーヒルのメリーヒルショッピングセンターにあるかつての UCI の映画館は近年オデオンシネマとして改装された。オデオンブランドで最初にオープンした映画館はバーミンガムのペリーバールにあった。ハリー・ウィドン2が設計したものである。正面はビンゴホールであったが第二次世界大戦で受けた被害を復旧し会議場に変更されている。 1930年までにオデオンは海に感化されたアールデコ建築の劇場とともによく知られた名前になった。この構造は1930年にバーミンガムのペリーバールの映画館に初めて使われた。この劇場はチェーンを広げるためにドイチェが買収したものである。彼は以降の劇場にハリー・ウィドンを指名するほどこの建築を好んでいた。また、 ジョージ・コールスも主要建築家の一人であり、ポーツレードの部分的に完成した集会場を改造したり、ケント州ウェリングのアッパーウィッカムレーンに彼にとって初の特注劇場を設計したりした。現在、その劇場はメッカチェーンのビンゴクラブになっている。彼の設計の特徴となる中央の直線的な照明が象徴的な建築であった。 1935年、オスカードイチェは、プロの写真家である、ジョン・モール・トビーを採用し、当時のオデオンチェーンのあらゆる映画館を撮らせた。結果的に収集された内装や外装の写真は、イングリッシュ・ヘリテッジの公共書庫の国家記念記録に保存されており、オンラインで見ることができる。ドイチェは、J アーサーランクの事業団体にこのチェーンを売却した。アーサーは、 ランクオーガニゼーションを形成する途中であった。初出展からドイチェがなくなるまでのちょうど10年間、オデオンはイギリス中に258サイトをオープンした。j ーサーランクコーポレーションへの売却後、カナダの完全子会社のオデオンシアターズを経営し、カナダの国内中に100以上の映画館を所有した。オデオンカナダの本社はオンタリオ州トロントにあり、 後に、北部トロント郊外のオンタリオ州ウィーローデールに移転した。この会社は1978年にカナディアン、シアターズチェーンに売却され、カナディアンオデオンシアターズとなった。さらに1984年にシネプレックスに再び売却され、シネプレックスオデオンを形成した。オデオンのそれぞれの劇場は、イギリスの他の映画館の多くと違った個性があり、 しばしば個性的で壮観な内装であった。同社は広告代理店も敬遠しており、ランクスクリーンアドバタイジングという名前だった。同社は、イギリス市場主位のパールディーンと競合関係にあり、最終的には追い越した。戦後の数年間に、オデオン社は、数店舗を出店したが、多くの従来館は閉館したか、分割して、衝撃場にしたか、 ビンゴなど他の用途に転用された。2016年12月には中国の大連万たちグループによって買収された。ロンドンのレスタースクウェアにあるオデオンレスタースクウェアは機関劇場でイギリス最大の劇場の一つであり、ロンドンのウエストエンドの風切り感となっている。巨大スクリーンを備え、円形を区切ったレイアウトとなっている。ありがとうございます。